ワーグナー、ニーベルングの指輪より、ラインの乙女たちがジークフリートに与える警告は、後に起こる、神々の黄昏への伏線となる伏線は、物語や、作劇上の技術の一つで、物語上において未来に起こる重要な出来事を、些細な形で前もって暗示しておく手法である。読者や、聴衆の失望を回避するため、あるいは環境を引き起こすために用いられる。時には、 登場人物によるはっきりした予言といった形を取ることもある。ミスリードとなるように企まれた伏線はレッドエリングと呼ばれる。また伏線と似た物語上の技術にフラッシュフォーワードと呼ばれるものがある。伏線が暗示やほのめかしにとどまるのに対してフラッシュフォーワードは物語上において後で描かれる場面の一部を読者、 監修に前もって明示的に描出する手法である。米国の文芸評論家、ゲイリー・モアソンは伏線のアナロジーで、その逆を意味するサイドシャドウングという概念を提示している。これはトルストンやドストエフスキーの長編小説に顕著に見られるもので、物語上で描かれる、ある場面が後で振り返ると物語の主筋とは何の関係もなかったことがわかるというものである。 モアソンによれば、こうした方法は、フィクションの真実らしさの度合いを高めるのに役立つ。なぜなら、読者は、現実の生活が、小説のように、守備一貫したものではないことを知っているからである。そしてこうした方法によってもたらされる構成欠如の、感覚は、読者に、現に起こる、出来事の意味を問い、解釈させることを促す。 萌えんせん、アロングリテラリーラインズ、グランダル、P55、ISBN87 億205万6178オーサー、S クラフト、ナラティブエレメンツ、放射ドイングリリープと2013年7月18日、ニコラー・ニット、フィリップ・アーラン・リテラチュア・ガイド、A、ストリート・カー・ネーム・ド・ディザイー、ホッター・エデュケーション、P50、 ISBN 978から1から 444153767http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books id イコールジャケンゲプスピュックピコグラムイコール PT502013 年7月18日閲覧フィリップ・マーチン・ザ・ライターズ・ガイド2ファンタジー・リテラチュア・フロム・ドラゴンズ・レア2・ヒーローズ・クエスト p146、ISBN0 から87116195派、ウルリケ・スピリンク、ニコラス・セラズ、インタラクティブ・ストーリーテリング、ファースト・ジョイント・インターナショナル・コンファレンス、オン・インタラクティブ・デジタル・ストーリーテリング、アイシーズ2 0 0 8エアフルト、ジャーマニー、ノーベンバー26から29、2008、 プロシーディングス、スプリンガー、P156、ISBN978 から3から540894247、http コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス、books, ID イコールビカキューズフセクピコプラムイコール PA156 フラッシュ、フォワード、ディフィニションオブフラッシュ、フォワードバイザフリーオンラインディクショナリー、 シソーラスインスイクロープディア・ハット・モーソン、ゲイリー・ソウル、サイド・シャドウィング・テンペックス、ニュー・リテラディ・ヒストリー29,599から624、http:/www.jstor.org コロンスラッシュスラッシュステーブルスラッシュ20057502、カリクスと、ジョシュア、LETS トーク・アバウト・ ROSA、VAR ・ティア、 The Impossible Romance of the Witcher さん。キルスクリーン、http-kiloscoringdaily.com、articles, let's talk about Rose of Variation ティア、impossible Romance Witcher マイナス3、2015年8月3日、閲覧。ありがとうございます。